とうございます。さあもう狙いは座れないですね。一応行ってみるか、一応見てみるか。座れたら座りますけど、あーダメだ、無理、座れない。よし、じゃあ置き時行こう。あーちょっとこっちはやめよう。どうだろう。あーこれにしよう。寒いけども、これぐらいですね。仁鶴くんでございます。はい、おはようございます。今日は愛知県知立市のメガコンコルド1020カリア知立店さんやってまいりました。そして朝一は置き時打っていきます。狙い機種は他にあったんですけど、抽選が323番と遅めの入場で取れず、こちらのおきどきです。それでは審査の街道日記第972話、よろしくお願いいたします。まあただもう配信されている頃には2020年に入っていますけれども、2019年におけるこのおきどきの価値と2020年のおきどきの価値っていうのはまた違うものがあると思います。2019年度まではハーデスがある、キブナがある、まあ高純度の5号機がたくさんある中で、そのね人気機種に負けず劣らずの人気を残してきた機種、ただやっぱりね朝一はハーデス、凱旋、キブナ、まあその他の ATK、ARTK に行かれるお客様も多かったんですけど、2020年はねそのライバル機種というのがかなり少なくなった中で生き残っていく機種ですから、2019年よりも重宝される機種になると思いますよ。特にこの中部地方ではですね。でとりあえず、まあ、朝一チャンスモードのゾーンまで回してみてということはしないです。本当にこう天国までです。天国まで朝一900ハマろうが単発を何度繰り返そうが32ゲーム以内のボーナス来るまでは回したいというところ、よっぽど投資が大きくならなければですね。いやー寒いけど、おー早かったぜ。46ゲーム投資3本150枚です。まずはレギュラーボーナスですね。はい、46回転でした。よしよし、チャンスモードで当たったとするならば、まあ 80% 以上は通常 B に行くんですけども、 A に行くことはないので、チャンスモードでの当たりなら B 以上で、一応天国以上も 15% 以上あります。なのでここから天国に上がる可能性は全然ありますよ。さあまずは46ゲームからのレギュラーボーナス、チャンスモードで当たっていれば滞在モードが通常 B か天国以上かということになります。ただ通常 B なら次の当たりで天国以降が 40% 以上あるので、まあいずれにしても今のがチャンスモードであってほしいなというところですね。朝一分かんないですよね、どこで当たったかなんか。ただゲーム数が早かったんで199を超えていないというところで見ると、天国のチャンスモードの可能性が高いかなというところと思ってたらね、意外とこう A をループしてしまうということもあるので、さあまずは32ゲーム以内期待しましょう。遅れ来ないかな。でもあっという間に置き時もお客様座られて120台の置き時埋まるんですよ、早い時間に。それがまたすごいじゃないですか。でこの120台の置き時ってやっぱり最新台も積極的に入れられてて、まあ、5号機もしっかり残されているお店で、朝の人気が割れる中、僕みたいに狙い機種に座れなかったら置き時行こうというお客様多いと思うんですよ。なのである意味置き時は救済措置的な設置でもありますよね。まあ、その中でしっかり設定も入れられているという雰囲気ですから、まあ、非常にこう
お客様を楽しませるのが上手なお店と言ってる間に32ゲーム過ぎました。戦国以降はなし。さあ次だ。問題は正直初当たり3回以内に天国行ってくれたらいいなぐらいの感覚でいます。お、448ゲームちょうど20本目の投資になったところで2回目のボーナスになります。ビッグボーナスでございます。ちょっと遠かったかな、もうちょっと早く当てたかった。わお、30本使い切った。まあでも相手はお気どきなんですよね。そうそう、相手はお気どきなんですよ。30本使ったぐらいでガタガタ勇気じゃないですよね。いや、やっぱり感覚がちょっと6号機にも寄ってきてるんで、30本かきついな、やばいなっていう気持ちになりそうでした今。30本なんてこんなのねえ、よくある話ですよね。全然いける、やれるんだ。とてもありがたいことにちょっとね、あのお菓子の差し入れをいただいてるんですけど、目の前にねアルフォートとかプリングルスがちょっとちらつくんで、どうしても食べたくなっちゃいます。なんか愛知に来ると辛いものをいただくんですよね。なんだろうこれ、辛いがうまい、辛さ 10% アップ、バリ辛、辛味順位がマックスですね。これ食べてみます。あ、ここでは食べないですけど、あと前回来た時はあのジエンドマックス、あのペヤングの黒いやつをいただいたんですけどね、今回これネギ味噌七味クミ、まあ普通に美味しそうな、ただペヤングシリーズで僕食べたことないです。ペヤング好きなんですけど、これは初めてですね。ありがとうございます。これおーリーの30倍もいただきました。こいつどんだけ激辛好きなんだって思うでしょ。まあでも辛いの好きなんでこういうのね非常にありがたいですね。あとは定番のアルフォートです、ね、当たりがないでもいただいた差し入れの紹介をさせていただいてます。はい、40本2000枚を使い切って、まだビッグが1回、レギュラー1回、厳しいですね。早くも2000枚か、まあ、今回はお気どき相手なんでこれぐらいでね、ちょっと厳しいもう無理って言ってたら最初から打てません。これで43本です、投資が。おースイカ当選、これは嬉しいけど594ゲームでした。レギュラーかー、まあでもここはね、物 A か B か分かりませんけど、スイカ当選なら天国以降に期待します。これが3回目の初当たり、ここからチャンスを広げられるかどうかですよね。まああのさっき言った通りスイカ当選なんで、まあ、通常 A で 20% 以上、通常 B で 50% 以上ですけど、 A だったとしても通常 B の移行率が 50% ぐらいあるんですよ。なのでここなくとも次の4回目のあたりでは期待したいとこですね。まあでもここで言ってくれないと、もうこれ以上投資を広げて深追いするのも相当つらい。お願いお願い、当たって当たって、ここで当たってビッグ15発ぐらいください。はー、3回目の当たりでやっと行ってくれたか。さあ
今日初めての天国モード突入です。目指せ2000枚オーバー。ちょっと安心しました、ちょっと安心しました。とりあえず天国までは回したぞ。たった3回当てるまでに43本はちょっと使いすぎました。まあでもしょうがない、おきどきなんで。さあ待ちに待った天国モード、まずはレギュラービッグとトレトレ1回出て、ここからですよ。266枚です、まだ獲得枚数は。あと2000枚、あと2000枚。よし、スイカ当選なら天国ループですね、そのままね。32ゲーム以内のレアエグの次ゲームは分かんないですよね、たまたまタイミングで引いた可能性もあります。さあレギュラービッグレギュラーと、これで3連目が終了になります。353枚です現在。1ゲーム2ゲームでした。4連目、よし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 。はあ、ちょっとずつマイナスを減らしております。まあ、これで500枚は超えてきますね、持ちコイン。まだ4連、まだ4連ですからね、こんなんで終わってもらったら困りますよ。早めにお願いします。遅れとか来てほしいな、安心させてください。そろそろですか、まだですかね、待ってますよ。はい、5連目、これでビッグ3回、レギュラー2回、ボーナス5連目になります。はあ、なんとかマイナスを減らせています。700枚ぐらいになりますか、これで。投資が2150枚。さあこれでボーナス5連目が終了、獲得枚数ちょうど700枚ということで、投資分まではあと1400枚ほどとなりました。まだ5連です、まだ5連。6連目、順調ですね、ビッグボーナス。さあ6連目ですが、ビッグが4回、レギュラー2回とボーナスもいい感じでビッグに偏っております。これで一撃1000枚もあとワンビッグというところまで来ました。カナタンランプがここでついてくれればとりあえず1000枚は超えます、獲得枚数。まだまだ光ってくれんと、もう8回目よ、そろそろいっちゃないかなちゃん、どうせ天国おるならそろそろいいじゃない。ゼロゲーム、ゼロゲームください。さあこれで6連目が終わって、とりあえず一撃1000枚オーバーまではあと1ビッグというところまで来ました。まあ、1000枚超えてやっと半分ですからね、あと1ビッグはないと困る。ありがとうございます。まだ終わったらダメですよ、まだ終わったらダメですよ、まだ1000枚も出とらんよ、まだかなちゃんも光ってない、半分も取り返せてない、まだ終わったらダメ。せめてあと1ビッグ、せめてあと1ビッグ、せめてあと1ビッグ。はあ、ちょっと20ゲーム超えるとやっぱり不安ですよね。21ゲーム目、7連目来ないかな、早く終わったらダメ、終わったらいかん、
終わったら次の天国があるかわからん。いやーちょっとこれは不安だな。25ゲームまでしょうか。27ゲーム目、まだ6連はちょっと少ないよ。まだいかんって。これで30ゲーム。いやー終わったら、いやー32ゲーム目、6連でした。1000枚届かず32ゲームを超えております。はー、どうしようかな。ちょっと一回他のコーナー見てきていいですか。空いてればいいけどな。一応朝から狙っていたあっちの方面行きましょうか。というかもう他のコーナーもすごい稼働なんですよ、まあ、こちら花々シリーズですけどね、まあ、時々花々30杯は相変わらずの人気ぶり。そして25杯ジャグラーシリーズ、こちらがマイジャグ4のコーナーですね。ノーマルタイプですら空き台がほとんどないという。そして凱旋、まあ、リゼロもね1列ありますけどもうフル稼働。その後ろが北斗の拳戦勝、こちらも空いてない。さあこちらが今日朝から狙っていました凱旋、そして奥にはエウレカセブン3のコーナーです。すごい稼働、空いてないか。相変わらずの高稼働でなかなかこう空き台を見つけるのも大変だったんですけれども、2機種目リベロに来ました。で今持ちメダルの方がこれ見えますかね。2150枚の投資に対して880枚の持ちコインがあります。さあそれではリベロ、今もう2回転ですね。まだね白芸攻略戦が終わった直後という台です。まあリベロはねコイン持ちもいいし、持ちコインでなんとか当てて一撃2000枚という可能性がある台ですから、まあ状況的には適した2消し目になるのかなという気がいたします。まああとは白芸攻略戦をしっかり超えれるかどうか、そこにかかってますね。まあ2000枚なくとも、まあ明らかに設定6ではないと思うので1000枚ぐらいの獲得は十分期待が持てると思います。ラスト、お、あーいった570 SR、 まあ700ハマっても880枚の持ちコインがあればなんとかという感覚ではありましたけれども、カードは SR、 B 以上の可能性は高そうですね。でもねあんまり当てにならない SR は。そして金書庫、まあ通常 B なんで天井ですね。うわちょっと微妙ですね、微妙。レア役引かんと、レア役引かんと1000ポイント厳しい。あと50ポイント、ちょっと微妙なとこですけどね。あと45、魔女、さああと45ポイント必要です。なんとか届きそうですけどね。あと40ポイント、よし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 、これはあと1回アイテム獲得できる。あと20ポイント、あと15、よし、はい、ありがとうございます。はい参ります。さあここでいよいよ白芸攻略戦ということになりますけれども、ギリギリ
ギリギリ1000ポイントに届きますね。本当ギリギリでした。で、持ちコインの方がまだ400枚以上ありますので、ここ当てれないと今日の勝利はもう相当難しくなります。一体撃破、よし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 、一体撃破獲得です。撃破率は 57% 保証分のみでした。さあ2体倒せば AT 確定。57% です、お願い。よっしゃ、フェルト、おー決まった。これは嬉しいパターンです、大好きです。さあ結局400枚以上の持ちコインが、450枚ぐらい持ちコインがありますので、2150枚でしょ、その投資が1700枚、1700枚以上を出せば勝ち。いやー嬉しいな。これ正直厳しい迫撃攻略戦だったと思います。今のは一体撃破があったとはいえ 57% で残り2体、流れ的にはまくれる流れなんですよね、これね、ここで当てれたっていうのは。それでは参ります。さあやるぞ、目標は1700枚以上の獲得。お一発目からいいですね。14ゲーム、まあまあここは10ゲーム来ない、ここは10ゲーム、順当8枚でも200ゲーム以上は消化しないとダメか。7が欲しいな、7、7来ないかな、お願い。うわー揃わない、ちょっと少ないね。これで74ゲーム、初期ゲームは74、あ違う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 、あここで3桁きましたよ、プラス1、これはまくれる、これはまくれるぞ、100ゲーム。いやーめちゃめちゃ嬉しいパターンです。これ初期ゲーム174ゲームまくるどころか、これはちょっと完走の可能性も出てきた、めちゃ嬉しい。あれ74ゲームのスタートと、もう174ゲームのスタートってもう天と地ぐらい違います。赤背景だ、上乗せチャンス、乗らんのかい。ボーナス来い、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 
174ゲームあったんですけど、結局上乗せもボーナスも何もできませんでしたが、ちょっと待って、これずっとパネルも弱かったのにラスト1ゲームで水着のレムがいますね。後乗せあるパターンじゃないかこれ。いやー、最後に水着ってちょっとねー、1390枚、あらがえ、あれびっくりマークで連絡否定してます。後乗せかな、あらがった、後乗せだ、あ、乾燥します、これ乾燥します、多分50きた、逆転です。いやー決めましたよ、これでもう完全に逆転勝利です。結構後乗せから、まあ、あの乾燥のパターンあるんですけど、水着パネルを見れないままあのフリーズが発生してエンディングっていうのが多いんで、ここはしっかりね水着からの上乗せ見たいですね、何が来るか。あ、いた、鬼圧でございます。はい、これで完走ですね、一撃2400枚です、完全勝利。よかった、リベロに来て。今の瞬間を写真撮りたかったんですけど、あっという間ですね、撮る暇なかった。リベロに来てよかった。で、何度も悩みました、アキダイどうしようどうしようってね、結果リベロでしたけどね。ただね、動画としても結構ここは迷うところなんですよ。当ててこういう展開になれば結果まくれなくても、まあなんとか素材として使える。ただゼロカラッシュなかったら、あの置き時だけで今回の972は終わってた可能性もあるんで、そうなったら嫌だなーっていう不安もある中でこの完走です。それはもう普通に打って完走するよりも、こういうね、こう投資が大きくなった後に完走で逆転というのがどれだけ嬉しいか、よく分かっていただけると思います。はい、ありがとうございます。短い時間のリベロ実践でしたけれども、まあ、非常にこう理想的なリベロ実践になったと思います。もう十分プラスを残せましたので、今日はここで交換して終わります。ありがとうございました。はい、交換枚数が2835枚となります。はい、実践終了でございます。今日はまあ朝から凱旋エウレカ3この辺りを狙って入場しましたが、座れず朝一おきどき勝負、ただメガコンさんでのおきどき勝負、これまでかなり相性良かったので、まあまあおきどき座れただけいっかという感じで打ち始めたんですが、1000枚も獲得できずに終わって、で持ちコインでいった2機種目リゼロから始める異世界生活、これが良かったですね。最初の白血攻略戦で花は好き演出が出て、そこからゼロからして、そして一気に完走という結果でございましたので、収支の方はプラス685枚ですね。はい、良かったと思います。まあこれだけ稼働の高いお店ですから、2期締め勝負ってなったら結構もう見切られた台しか空いてなかったりするんですよね。ただその辺はやっぱりリベロの強みといいますか、見切られた台でも当ててしまえば一撃あるっていうのがリベロのいいところですから、今日は運よくそのリベロのいいところが出てきてくれてよかったなと思います。そして今回のカードケースプレゼントのキーワードですけれども、カタカナ4文字で、こちらの方でご応募の方お待ちしております。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。以上、シーサの街道日記第972話でした。